はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。ファミコン国民投票、任天堂のサイトにあるんですけども、今回ね、白いカセットといえばの集計が終わりましたので、こちらの方をね、確認していきましょう。はい、ということで1位ドラえもん、ハドソンのドラえもん、白ですね、白いカセット1番 21.5%、 白いカセット、もうこれ多分ね、パッケージがね、やっぱ白いで、カセットも白いから皆さん白っていうイメージがすごいあったのかなと思われます。このね、ランキングに関して言うと、やっぱり一番遊んでた人ね、本体にソフト挿して遊んでた人が一番こう白を見てたっていうのが何かっていうのを集計するね、情報だと思うので、まあ、ここでドラえもんが出たのはいかにみんなドラえもん遊んでたかということかと思います。で、2位、ファイナルファンタジー3。ファイナルファンタジーシリーズはね、やっぱり白いイメージが、パッケージとかでも、ファイナルファンタジー13ぐらいまでね、白のイメージすごい強かったんですけども、やっぱ白、ファイナルファンタジー来たけども、3が一番高かったです。これ 7% でした。はい。で、3位、バルーンファイト 6.7%。バルーンファイト。まあ、バルーンファイトはね、パッケージのここが白、ここもね、ラインも白なので、まあ白ってイメージはあるんですけども、まあ白。はい。まあバルーンファイト、僕的にはね、バルーンファイトのイメージが一番強かったかなところですが、3位でした。で、4位が、ファイナルファンタジー。やっぱ分散したけども、やっぱりここで入ってきました。分散したけどっていうか、まあ 5.7%。まあ3、ファイナルファンタジー3が 7% に対して、これが 5.7% だから、まあ、まあまあ、いい感じに分散されたんだなというところです。はい。で、5位が、ドクターマリオ。はい、ドクターマリオなんですけども、これもパッケージ白。任天堂のやつでね、白パッケージ、白ソフトということで、まあこれもそういう意味では、まあ、インパクトあったのかな。これ 5.6% ですけども。まあ、なかなかね、僕も、後からあったな、ドクターマリオって感じでした。はい。で、6位、一期、5.6%。一期に関して言うと、サンソフトのね、初期タイトルってのは全部白なんで、まあ、そういう、初期が前半のタイトルは白なんで、まあ、そういう意味では、その中で一番メジャーなのが一期だったというところでしょうか。はい。で、次が、7位が、高橋名人の冒険島、5.2%。これはね、まあパッケージ青なんで、まあ皆さん覚えてたのかなぐらいの感じですかね。まあドラえもんに負けたっていう感じですね。高橋名人ね。はい。で、8位がドンキーコングジュニア。これが多分任天堂っていうかファミコン初の白カセットだと思うんですけども、まあドンキーコングがね、赤カセットの中でこうトップは取れなかったけど、まあ上の方にいたけども、これもまあ上といえば上なんだけど、8位 5%。パッケージも白でしたね。はい。で、9位がチャンピオンシップロードランナー。まあ、これがサードパーティー初の白カセットだと思われます。はい。チャンピオンシップロードランナーね。はい。ロードランナーが黄色のイメージの方が強かったと思うんですけども、チャンピオンシップロードランナーは白でした。はい。で、10位がアトランティスの、じゃあチャンピオンシップロードランナーが、3% ですね。で、アトランティスの謎が 2.7% ですが、まあ、3ソフトのね、前半タイトルは全部白なので、まあ、その中で一気の次にメジャーなのがアトランティスの謎だったという、まあ、そういうことかと思われます。で、11位がハイドライトスペシャル。これがね、微妙なんですよ。これが白と呼んでいいのか、パッケージもカセットもね、ちょっと白と言っていいのか、ちょっと微妙なんですけど、これ別に色焼けしたわけじゃなくて、最初からこういう色なんですけど、この色を白と言っていいのか、いけないのかってとこ悩んだんだけども、まあ、白と判定されたようです。はい。で、12位が、ハイドライトスペシャルが、2.4%。で、12位が、桃太郎伝説、ピーチボーイレジェンドですが、白カセット。まあ、だからハドソンでいくと、まあ、ドラえもんがあって、高橋名人の冒険島があって、その次に桃太郎伝説というね、まあ、桃太郎伝説にちょっと負けてるってところはあるんですけど、伝説何色だったかな。まあまあいいや、そんな感じで、こちらが、2.1% になります。で、次に、13位が、スペランカー。まあ、アイレムのね、ソフト、これも白でいいのかってところがあって、まあ、基本的にアイレムも初期っていうか前半のタイトルはこの色で、まあ、後半になると黒とか出てくるんですけども、まあ、こう白っていう感じなんですけども、一応、こちらがアイレムの中では選ばれました。これが 2%。で、14位がファイナルファンタジー2、1.8%。
まあ、ファイナルファンタジーもね、1から3全部白なんですけども、まあ、分散するにしても、3、1の方にね、票が集まりすぎて、2はあんまり集まらなかった。まあ、これはいろいろね、まあ、ちょっと、ゲーム内容的に難しかったのかなというところです。はい。で、15位が、プヤン、ハドソンのね、多分ハドソン初の白なんじゃないかな、これが。あ、違うよ。その前にあれか。チャンピオンシップロードランナーがあったか。これ 1.2% ですが、パッケージも白かったからね。パッケージソフト白だとね、白白イメージつきやすかったと思うんですけど、まあ、これは 1.2%。で、16位が頭脳戦艦ガル。頭脳戦艦ガルは、まあ、なんだろうな。まあ、白のイメージ、確かに言われてみれば白でしたって感じで、僕もね、当時リアルタイムに遊んでたんですけども、まあ、よくみんな知ってたなって感じですね。1.2%。はい。で、17位が、テグザ 1%。まあ、スクエアのね、ファイナルファンタジーシリーズが白のイメージあるけど、そもそもスクエアの参入、ファミコン参入第1弾のテグザも白でした。はい。これが 1% ね。はい。で、18位が忍者竜拳伝、白。白って言わなくていいか。忍者竜拳伝。はい。これ 0.9% ですね。まあ、白です。はい。忍者なのにね、白なんてね。はい。で、19位がファンタジーゾーン。ファイナルファンタジーシリーズが白のイメージってあるけども、ファンタジーゾーンも白でした。ちなみにパッケージはカラフルなんですよね。で、これは 0.9%。で、20位がミッキーマウス不思議の国の大冒険。はい。こちらも白。こちらも、まあだから、ハドソン結構今から考えると白多かったんだなって感じなんですけど、まあそのせいで、いろいろなものが上の方にあって、ミッキーマウスがここまで追いやられるという状況になっています。はい。0.9% で20位です。ということでね、まあ、白いカセットって何かなってこう絞られるかなと、絞られるか分散すごいするかなと思ったけど、割とこうドラえもんにね、集中して、で、ファイナルファンタジーも3つまとめるともう少しこう、パーセントは高かったのかなというところがあるんですけども、でもまあ全部見た感じでも、やっぱりこう、ね、マザーとかね、インパクトのあった赤に比べると、なんとなくちょっともやっとした感じがするランキングでした。まあ、あとはね、白。白っていうのはね、純白って、まあそういうイメージなので、ちょっと色味が、ね、違っても、まあ白。まあ白の範囲でかいなということも認識していただければと思います。はい。ということで、まあ毎週ね、こんな感じで紹介をしていこうと思います。続いて、今週のテーマ、謎といえばというのが発表されていて、まあ謎といえばと言われても、まあゲームをね、プレイしていた上で、謎があるとかね、まあそれはゲームとして当たり前で、パズルゲームとか、なんだろうな、アドベンチャーゲームとか、こう思考するような感じのものね。まあアクションでもここで何かしたら何かになるっていう、まあちょっとわかんない謎があったりすると、このゲームのね、まあそういうゲームが採用されるっていうか、表にね、なるかも、可能性はあるんですけども、一番ベタなところで言うと、タイトルに謎が出てるのはね、何があるか。まあそこら辺をね、一回紹介していこうかと思います。はい。ということで、まあ順番に行くと、1986年4月14日に発売された謎の村雨城。まあディスクシステムの中では、ゼルダの伝説の次に出たタイトルで、まあ新作としてはディスクシステム2タイトル目なんですけども、今となってはね、この後に出た、まあメトロイドとか、まあパルテナの鏡とかに比べるとちょっとマイナーになってるんですけど、まあ謎の村雨城。これがどのぐらいの順位になるか、これがすごいポイントになるかと思います。はい。で、続いて、1986年4月17日に発売されたのが、アトランティスの謎。これがね、やっぱファミコンのゲームとしては、後々ね、当時としてそこまでもなかったんだけども、今となってはすごいこう、三電子を代表するタイトルの一個としてね、すごいこう、アピールというか、されたこともあって、これもね、謎といえば、皆さん、まあ実際ゲーム内容的にも謎だらけだったんだけど、まあそんな感じで謎、はい。で、続きに、スーパーゼビウスガンプの謎。まあ、ゼビウスのね、進化系って言えば、普通にシューティングゲームが発展すればいいのに、なぜかこう、謎を入れてね、謎解きしないと先に進めなくなるっていうゲームになってしまった、いろいろ謎のあるスーパーゼビウスですが、まあ、ガンプの謎でした。はい。で、続いて、ドラゴンボールシェンロンの謎。これが1986年11月27日発売で、まあ、ファミコンというか、まあ、ファミコンでドラゴンボールが最初に出たのがこれですね。ということで、まあ、これは謎っていうか、ちょっと難しくて先に進めないっていう問題があるんですけど、まあ、これはシェンロンの謎ということでした。はい。で、次が、トランスフォーマーコンボイの謎。これは1986年12月の、3日に発売されています。はい。ということでね、まあ、これもこれで、
まあ、コンティニュー使えば、まあ、10面かな、ぐるっと一周できるんですけども、クリアしたと思ったら2周目が始まって、しかも、謎なんだったんだっけなって感じになる、結構モヤモヤっとした感じの、続き方がするゲームなんですけども、一応、まあ、そういう意味でも謎ですね、謎。はい。で、次が、1986年12月13日発売の謎の壁ブロック崩し。こちらはね、まあ、完全にブロック崩しです。はい。まあ、バグってハニーみたいにね、アクションステージとブロック崩しじゃなくて、純粋にブロック崩し、まあ、ハドソンとコナミのね、当時からの親和性って考えると、まあ、アクションいらんつ、謎、まあ、全部ブロック崩しだって感じで、謎の壁、はい。で、続いて、ナゾラランドね、サンデシアが1987年2月、2月6日に発売したタイトル、ナゾラランドシリーズの創刊号ですね。まあ、創刊号ってことはね、この後2号、3号、あとスペシャルで出てるんですけど、まあ、これは後で出てくるでしょう、はい。次、ポケットザウルス獣王拳の謎。こちらバンダイ1987年10、2月の27日発売になってるんですけども、これは謎は解けるかクイズアドベンチャーって書いてあってね。まあ、橋本名人がね、フィーチャーされてるんですけども、まあ、今となっては橋本名人、もう卒業じゃないか。スクエニで役員やって、まあ、今ご卒業されてるんですけども、まあ、当時はね、一応、バンダイの顔として活躍をされてたんですけど、ゲームになっていましたという、そこも謎かもしれないですね。はい。で、次がナゾラランド。ちょっと僕は残念ながらこれ書き換えでしか持ってないんで、まあ、手書きなんですけども、はい。これは、任天堂にね、書き換えに出したらね、もう、取説とか印刷物なかったんで、コピーで送られてきたってやつなんで、自分でラベル貼らなきゃいけなかったんですけど、まあ、そういう2号です。はい。で、これは、1987年の6月12日発売ですね。書き換えが対応してました。で、1987年の12月の18日発売の、ナゾラランドスペシャルクイズ王を探せ。はい、こちら。こちらもね、一応、1、2、3とスペシャル出てるから、スペシャル後から出てると出てる方もいるかと思うんですが、1号、創刊号、2号、スペシャル、3号の順番ですからね。ちょっとこれ僕も書き換え、後から中古で買ったんでね、ちょっとこれしかないんですが、はい。で、続いて、ナゾラランド3号がね、1988年3月11日発売となっています。はい。こちらね、一応これ3号って出てるんですけど、まあ3号が一応最後になってしまったかなというところです。はい。で、続いて、1988年12月27日にロックマン2、ドクター・ワイリーの謎。まあ、謎って言えば謎なんだけども、まあ、ロックマンいろいろ続いてるしね。まあ、いつまでもワイリーは謎であってほしいという、そんな感じでしょうか。はい。で、続いて、1990年の7月の27日発売の、ゴルゴ13第2章イカロスの謎ということでね、ゴルゴ13シリーズは何気に2作出てるんで、どっちがどっちだか記憶曖昧になるっていうところら辺から謎かもしれないけど、子供は B ボタンみたいなやつはあれは1作目の方ですからね。はい。ということで、これ、ゴルゴの13、第2章イカロスの謎。はい。で、これ隠れなんだよな、ちょっと。1992年の4月25日発売のひょっこりひょうたん島。こちらがね、謎の海賊船ということでね、一応サブタイトルのひらがなで謎が入ってるんで、ちょっと漢字の謎じゃないんですけど、まあ厳密なね、まあでも一応謎のね、入ってるタイトルということで、まあこちらは、まあなぜこの時期にひょっこりひょうたん島って感じなんですけども、ちょっとね、新版がこの時期に出てて、メガドライブとかでもね、ひょっこりひょうたん島展開されてるので、まあ、そういう関係のね、この時期に、古いね、白黒時代じゃなくて、カラー版のね、ひょっこりひょうたん島のゲームが出ていました。ということで、謎のタイトルもね、意外とこう、探してみるといっぱいあるけども、残念ながら20タイトルなかったんで、20タイトル全部謎がついてるタイトルで埋まるとは思わないんですけども、まあ最終的にね、何個ぐらいその謎でね、謎のタイトルが入って、あとはそれ以外にゲーム的に皆さんが謎に思ったもの、まあ毎回のことながらね、こういうところにスーパーマリオブラザーズが入ってくる可能性っていうのはあるんですけども、まあ何が入ってくるか、そしてあと皆さんがね、何をこう入れたいかってところが、投票がね、どれだけ分散されるか、もしくはどこに集中するか、そういうのを楽しみにね、ランキングを見ていければと思っています。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、酒館でした。